若手ナンバーワン演技派俳優との呼び声も高い菅田将暉。世界を席巻した韓国映画息もできないのヤン・イクチュン。気鋭の2人がダブル主演で言葉の天才寺山修司を現代によみがえらせる。ああ、荒野。1960年代後半、激動の時代に演劇、映画、文学とマルチに活躍し、今なおカルチャーアイコンとして注目され続ける寺山修司。彼が残した唯一の長編小説「ああ荒野」が舞台を2021年へと移し映画化。今回須田が演じるのは、自分を捨てた母を憎み周囲に牙を剥き続ける少年院上がりの不良シンジ。生きるって決めたの。10歳のガキを捨ててな。対するヤン・イクチュンが演じるのは、韓国から父親に無理やり連れてこられた青年。引っ込み思案で喫音と赤面対人恐怖症に悩むバリカン。腹が立つか。じゃあ殴れ。簡単だろ。殴れ。やめて。そんな二人が偶然新宿の街で出会い、ボクシングを通して二人の運命が交錯する。やろうぜボクシング。シンジはプロボクサーとなったかつての因縁の相手を倒すため。てめえはスポーツか。そしてバリカンは自分自身を変えるため。そんな心の空白を埋めるよう二人はボクシングに没入していく。二人は階級を合わすため肉体改造に挑み、須田は10キロの増量、ヤン・イクチュンは10キロの減量という過酷なトレーニングが行われた。やっぱヤン・イクチュンって危ねえなと思いました。もちろんいい意味で、ヤンさんがバリカンじゃないと信じとしてこれだけ楽しめなかったし。須田さんはこんな時に演技するのが上手だと思います、うん。なんかこうスリム、須田さんがスリム、体がスリムけど中のエネルギーがあるから感じます、うんうん。やっぱスポコンもんじゃないから、この映画ってボクシング映画みたいなこと言うとスポコンものみたいなのに撮る人いるかもしれない。全然そうじゃなくて、やっぱああこうやって話なんですよ。でもお前のこともちゃんとやる。何よ。愛とか。新宿ネオンの荒野に交錯する二人の男の運命と青春ストーリー。あんたのジムのケンジって子、あんたの父親を自殺に追い込んだ男の息子だから。兄貴はやめたよ。2020年の東京オリンピック後を舞台に、都会の片隅を生きる人々の心を描き出す。憎かった。今持ったぞお前。魂をたぎらせるかつてない映画がここに誕生する。ああ荒野。10月7日前編、10月21日後編、2部作連続公開。